今日は二十四節気の一つ大雪です。本格的に冬が到来する頃とされていますが、向こう1週間は気温は平年より高い日が続く見込みだということです。こちらは今朝佐賀テレビの情報カメラで撮影した朝焼けです。今日は二十四節気の一つ大雪で、平野にも雪が降り、本格的に冬が到来する頃とされています。今朝の県内は最低気温が佐賀市川添で 1.7 度、嬉野で 2.8 度などと平年並みの寒さとなりました。気象台によりますと、向こう1週間は寒気の影響を受けにくく、気温は平年より高い日が続く見込みだということです。雪が降るような本格的な寒さは少し先になりそうです。